どうも、影庵です。今日は2021年4月6日火曜日、晴れですね。晴れの天気、これです。晴れの天気、まあちょっと、気温はちょっと低めですけども晴れですね。ちょっと山中はちょっと庭の方でしょうかね。ちょっと見ていきますね。昨日ね、お客さんでこう畑をやっておられる、10年以上畑をやっておられる方にこう来ていただいたんですが、でお話をちょっと聞いてたらですね、やっぱそのこう土がこう大事とか、そういう光がとか言ってたんですけども、あ、こっちですね、ここにありますね。そういうのもそうなんですけども、その結構風がしっかりこう当たるというかね、そういうのもこう野菜には必要らしいんですね。で考えたら畑ってこうどういうんですか、もう全く周り何もない、そのまま風がこう入る状態になってるじゃないですか。だからいいんですよね、畑っていうのは。そういう状態になっていると、まあまあお米とかでもそうなんですけども、だからそういうものが必要であって、こう家庭菜園でこう庭でやるとですね、まあ周り何もないっていうことはないんでね、そのまあ家がこう並んでますからね、風がそのまま直接入るいうことはやっぱちょっと難しいんでですね、その辺がちょっとこう家庭菜園のこうしっかり育てるときにちょっと難しさの一つなんかなと、ちょっと昨日お客さんの話をお聞きしながらちょっと思いました。だからその辺も気をつけて、またこの山中もね、表側にこう出したりとか、いろいろこうねしていって、こう風にもこう当てるようにこうしたいなと。なかなかこれ色つやいい感じですね、いい感じかなというふうには思いますけども、頑張って頑張ってというか、まあ勝手にまあ育てていくのかもしれないですけども。で、あと昨日言っておられた土ですね、土をしっかりこう、これが一旦育ったらですね、また土にしっかり栄養を与えて、でこう使うようにしないと、なかなかその野菜は育ちにくいということでしたんで、昨日もまあお客さんに教えていただいて、こう、まあ、ありがたいなというふうに思いました。ということで今日も、張り切っていきましょう。どうもありがとうございます。